真似してなかった。俺知らなかった。うん？真似してなかった。あの文具読んだからって書いてあるさ。万年筆って言ってた。あ、そう、うん、ああ、ヒーローの。ヒーロー、なんかわからないけど、結構品揃え良さそう。ここで夜、おばちゃんが踊れば踊ってる。あそこにローソンあったね。大体はさ、大体はさ、走ると相手の他人が来る。ここは前、ごさんに18番ラーメンが何社に連れて行く。うん、もう今、この前来た時は空き家だったけどさ、今は入ってます。ライターさ、うん、打つ火の機械、うん、ダホジ、ダホジって。あ、このコペンハーゲンまだやっとんだ。ここ高いよ、ここに50ぐらいかなと思う。前ここで飲んだ、うん、なんかライブスタジオみたいになってる。慢性病。字読めるのはありがたいね。うん。とりあえずわかるから。お、前から三輪車来た。いやー、かっこいいな。かっこいいな。すごい。ナンバーついてないとかしいわよ。ああ、ナンバーついてないとかしいわ。素晴らしい。目の前でこけてくれたらもっと嬉しい。ああ、あ、一応がまっ大体この辺で行くんですよ。渡りますよ。ここをずっと行くと美味しいラーメン屋が、ラーメン屋じゃない、ワンタン屋が。今日昼行こう思ったけど、まあ、小さくて行くからさ。どうでしたでしょう。あの通りが全部浅い。ああ、なるほど。
あれな。可以下，十块钱了，不要了。